はい、皆さん、こんばちんは、万転さんです。え、配信遅れて大変申し訳ございません。ということで、ね、早速始めたいんですが、その前にね、一言、えー、ちょっと、あのー、前回ね、ちょっと、あのー、風でね、混んでてね、ちょっと動画上げれなかったんでね、えー、その辺ちょっとね、あのー、大変申し訳ございませんでしたということでね、ちょっと一言ね、えー、お詫び申し上げます。ということでね、早速、えー、今回ね、えーのー、の、588回の、えー、ちょっと見ていていきたいんですけど、まあ、今回ね、588回 A セットでね、えー、こういう結果になったんですけど、今回ね、A セットなんですけど、えー A セット、ねえー、は特に、ね、他のセットに比べて、えー、そこまで、ね、起伏のない、えーまあ,まあ、ある程度、ね、起伏の少ない、えー、セット傾向なんですけど、まあ、今回も4、ね、出、えー、てなくてんですけど、まあ、まあ全体的に、ね、なだらかな、ね、出方してるんで、まあ、セット傾向の、ね、出方してると思います。えー ような感じですね。えー、くいの方に関しましてね、えー、A セットは特にね、えー、他の、えー、桁よりも、一、えー、の桁が出やすいというところでね、まあ、その辺はね、セット傾向のね、出方している、えー、やや偏りなるね、えー、出方しています。えー、今回ね、えー、の出たね、数字7個あるんですけど、えー、この7個出現した数のね、出現回数の平均がだいたい118地で、 平均全体の平均が111になるので、だいぶ偏った出方というか、今回出た数字、13と15、これが2つ出たことによって、だいぶ偏った出方ということになっております。今回ね出た数字、13と15なんですけど、これがねあの最も出現回数多い数字、15が1番で、13が2番目に多い数字なんですけど、これはね最も出現回数少ない、12。 からしたらもう1.4倍ぐらいのね、出現回数のある数字となっておりまして、まあこっちら2つ出ることによってね、だいぶ偏ったところと,となっております。あとね、今回ちょっと注目していただきたい点、何点かありまして、まあ1つはまあこ素数4つというところですけど、まあこちらはね、ここをね、埋めるような感じで出かってるんですけど、ね、え、ー とね、それよりもですね、今回で注目していただきたい点は、まあまあその <laughs>、見ていただいたらわかると思うんですけど、ここですよね。まあ、奇数7の偶数0というところで、こちらですね。 えっと、そうですね。ここですね。えー、今回でね、えー、奇数7、偶数6、えー、あの偶数0っていうのはね、えー、今回で6回目なんですけど、こちらの方ね、あのー、ね、期待値がね、だいたい2.9に対してね、今回6回出てるというところで、ね、まあ、だいたい期待値の場合ぐらい出てるというところになるんですけど、まあ、これがだいぶ偏った出方というところなんですけど、えっ、ー、と、対してね、その、奇数ね、0、偶数7っていうのはね、えー、とまあまあ、その、ん ね、奇数と偶数の数が違うからね、まあ、あの、あの、期待値とかね、確率違うんですけど、それでもですね、えー ね、期待値が1.8に対して、えー、まだ1回というところなんでね、えー、こちらはね、まだ期待値、えー、出てないんで、まあまあ、次出たらまあ期待値超えるんですけど、まあ、この辺もね、ちょっとね、今後ちょっと注目してみていただきたいと思いますね。あとね、あのー、6対1と1対6もですね、こちらの方もね、期待値に対して、えー、まだね、えー、届いてないような出方してるんで、どちらかというとね、0対7よりも、この6対1と1対6を多分埋めるような感じで、えー 今後で出ると思うのでこの辺もちょっと注目してみていただきたいと思います。あとですね今回出た15番なんですけど。 こちらはね、前回、前々回に続いて、まあ3連続出てるというところがあるんですけど、まあ次回はですね、さすがにちょっと、ちょっともうだいぶで出ないっていうところがあるんじゃないかと思いますね。まあ直近出たらね、19番とかね、26番とかね、4連続で出てるんですけど、特にね、15番はね、その最も出現回数の多い数字っていうところもありますしね、 こちらに関しましてはね、まあ、4連続は多分ん、多分出ないんじゃないかというところでね、次回ね、選ばれるときはもうちょっと15番外すような感じで、えー、選ばれるのもいいんじゃないかと思いますね。あとですね、24番がちょっとだいぶね、出てなくて、前回出てからもう20何回ですかね、もう5回、4回、5回ぐらいになってくるんで、まあ、ここでいうところのね、そうですね、緑のゾーンをもうすぐ、えー、次回、次 次の次ぐらいでもうこの赤のゾーンぐらいにね到達するのでこの辺もちょっと さすがにもうそろそろ出るんじゃないかというところでね、ちょっと注目していただきたいと思います。赤のゾーンね、えー、特に26回以上空いてるっていうのはもうだいぶ数えるほどしかないんで、もうここまで到達するレベルになってくるとだいぶ、えー、出てくると思うんで、さすがにもうそろそろちょっと24番ちょっと警戒して、えー、見ていただきたいと思います。あとですね、えー、今回ね、えー、ちょっと注目していただきたい点、えー、他にありまして、 えっとね、今までそんなにね、触れることはなかったんですけど、こちらの方ですね、まあ、あの、そのセット球の、えー、色に関しましてなんでかしか、関しまして、えー、そうですね、この、セットによってそのね、あのー、玉の色が、えー、違うんですけど、こちらの方ね、あまり、ね、ご存知じゃない方いらっしゃるかもしれないんで、ちょっとね、軽く、えー、説明いたしますけど、 えこちらですね、えっ、ー、と、えー、セット、あの使われるね、あのセットっていうのが、そのね、えー、と10種類、A から J セットっていうのがありまして、それぞれね、そのセットのね、えー、色が違うっていうのがあるんですけど、まぁ、あ、ちょっとあの、こちら、ちょっとあの、ちょっと古いあれなんで、あの、 で2001年からちょっとあの、こちらの紺色がね、えー、ちょっと桃色、それであの、緑色が黄緑になってるんですけど、ちょっとこれ更新せずにちょっとね <laughs>、使ってるんで、まあまあ、その、これは色変わっただけなんでね、セットの。まあ、この辺はちょっとあの、ちょっと古い、古いあれなんで、ちょっとあの、まあまあ、ちょっとその辺ちょっとご了承くださいということでね、えー、見ていただくんですけどね。えっ、ー、と、その使われるやつ、えー、やつによってね、その色の、えー 組み合わせが違うんですけど、まあ、これね多分あのまあパッと見てね見ていただいたらだけども分かると思うんですけどまあここで言ったらね2の列に赤がないまあ赤と紫がないとかね結構そのなんかべんなくなってるわけじゃないんですよねえっ、ー、と特にねその何て言うんですか1と2の列っていうのはですね えっとここで言うとこの1と2の列なんですけど、1の2の列っていうのは3から7と、えー、違いましてね、縦の、ね、数が違うんですよね。だから、1と2の列が多いほど、まあ、期待値が、期待値っていうかその、出る確率が高いんですよね。言うたらその、オレンあのその色がね。例えばで言ったら、まあ、ここ1と2の列で言ったらもう、ね、あの赤とか、あの 紫っていうのはね、もうこう一個ずつしかないんですけどね。えー、まあ、オレンジとかだとね、四個のセットで使われてるというところでね。まあ、この辺でだいぶね、あのー、 確率が違うというか、まあ、トータル的に、まあ、ます期待値も変わってくるんですけどね。まあ、この辺、ちょっとあのね、ご存知のない方もいらっしゃるかもしれないんで、まあ、この、今回ね、ちょっと説明いたしましたけど、まあ、この辺ね、組み合わせありますんでね。この辺もちょっと注目して、えー、見ていただきたいと思うんですけど、えー、それをね、考慮いたしまして、こちらの数ですね。えー、見ていただくと、まあ、だから、赤と紫っていうのはね、その、1と2のね、ところが少ないんでね、 あの出る確率もね、の他のところに比べて低いですし、期待値もね、結果低くなるんですけど、それにしてもですね、えっと、えっと、そうですね、紫はね、でも、その確率は低いんですが、期待値に関しましてはね、その、期待値ではなく、実地に関しましては期待値を超えてるんですよね。逆に赤っていうのはね、その期待値に対して、 だいいいぶ出てないというとうこ,この辺ねえ今後ね埋めるような感じでね出るかもしれないんでまあただねセット変わるとねその あまあ、色の組み合わせ変わっちゃうんでね。ええーね、ね。まあまあ、あまり使われることないかもしれないと思いますけど、まあ、あのー、私がいつもね、あのー、セットごとの予想とかいうところでねな、自動プログラムで出してるやつはね、まあ、この辺の結果もね、結果っていうか、まあ、係数とかもね、だいぶ考慮してね、えー、出てるんですが、まあ、あのー、ね、まあ、 色に関しましてもね、ある程度偏りがあるというところをね、ちょっとあのー、今回ね、ちょっと注目して、えー、見ていただきたいんですが、まあ、言うたらね、えー、とね、まあ、赤が少なくて、えー、まあ、黄色と緑が、えー、まあまあ、多いっていう、まあ、期待値に対して多いというところがありますんで、えー、と、例えばですね、もしね、D セットで出るとね、<laughs> 予想して、 やるならまあそのね赤をちょっと多めにして、えー、と緑と、えー、と何ですかね、えー、緑と何でしたっけね、すいません。緑と、えー、と、黄色をちょっと少なめにするというような感じでね。 選んでみるのもちょっといいんじゃないかと思いますね。まあ、そのセットに関しましてはね、ええー、とね、あのー、そ然、ね、あのー、水穂銀行でしたっけあの、この抽選をしてるね、あの、担当の方が、えー、A から J セットの中で、なんか、選んで、えー、ね、使使用されるというところはありますね。ここだけはね、完全に人力というか、まあ、その、その人の意思が反映されるというところありますんでね。まあ、ここだけはちょっとわからないんですけど、えっ、ー、とね、 まあそういったね感じでちょっと色に関しましてもね、まあ、若干、まあ、そんなにまあこれ考えるとよくわからなくなるかもしれないですけどもしね選ばれる時にね、えー、そういった選ばれる方ねしてもいいんじゃないかと思いますね特にですねあのー、今回出たね、えー、組み合わせっていうのはですねだいぶね、えー、偏ってるんですまあその奇数ね7とか偶数0もありますしまあ、この出現回数のところ もうあるんですけど、だいぶその偏りに関しまして、だいぶ偏った出方してるんですねえー。私がね。あのすいません。<laughs> すいません。あの、私がね。いつもあの予想でやってる、えー、そのプログラムで出してる数字っていうのはね。だいたいね。えっ、ー、と収束側の方向のね。予想なんですよね。だいたい収束6。2偏り40ぐらいの？えー 組み合わせぐらいでで、ね、出力してるんですけどだからね、えー、だいぶ収束方向に、ね、出るときはね、だいぶ数字当たるような感じになってるんですけどね、こういった偏りに結構寄って、今回出たら多分偏り、だいぶ偏ってる方ですよね。その、偏り70の多分あの収束30ぐらいの出方してるんですけどね。まあ、そうなるとね、結構ね、数字全然、ね、当,たら当たらないというかもうかす、かすらないぐらいの感じになってくるんでね。 ええとね、その辺もありますんで、特にですね、今はですね、この24番みたいな、そのね、ね、もう明らかにその、ね、出てなくて偏っているのは数字があるんで、まあね、必然的に偏りもね、えー、増加するんですけどね、まあそういったところでもね、ちょっと注目して見ていただきたいと思いますね。えー、だからこそね、この、 ね、えっ、ー、と、色に関しましてはね、その、どのセット使われるかによって多分ね、結構変わってくると思うんで、まあ、その辺もね、ちょっと、まあ、ここまで考えると多分ややこしいと思うんですけど、もしね、あのー、数字選ばれる上でね、ちょっとあのー、えっ、ー、と、なんかちょっとなんかね、あのー、考え、考えるところあるんでしたら、まあ、ここもね、ご覧ね、いただければいいと、いいんじゃないかと思います。えー、今回ね、えー、 でまあ、この、ね、グラフもちょ,っとあの、ね、あのちょっとリンクのところに、のデータのところに、ね、貼っておきますので、ね、もし、ねえー、参考、ね、していただければ、ね、ちょっといいんじゃないかと思います。ということで、ね、次回の予想ですけど、えー、すみません。 えー、こちらがね、型りのある数字となっておりまして、えー、こちらが、えー、っと、あの、セットごとの想となっておりまして、えー、こちらが総合的な想となっております。で、こちらがね、私が選んだ、あのー、だいぶ大穴狙いのね、えー、組み合わせとなっております。またね、データご覧になりたい方はね、リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧ください。ということで、ね、また来週、さよなら。